ボンベってもうね、あの鉄砲じゃないですか。そうなんだ。あ、平気です。大丈夫。雑魚でした。雑魚だったね。あえてもないね。でも殴ったとか後ろから来たらうちらキャーってなっちゃうから。暗証番号これあれだよ、チーズの、あれがチーズの謎か、うん、溶けてない謎1個目どうしようか。こっちから行く、うん、そうだね。あ、気づかれた。どこから、あいつか、そう行こうと思ったら気づくね。てかさ、遠くから気づきすぎじゃない。視野が広がったの、うん、で無駄に耐久力あるでしょ。困る。なんかスプラトゥーンに出てくるジャケットみたいな感じの着てる。受ける。蛍光の黄色。うん、アイテム持ってないから。クロスボウ持ってないの？うち。クロスボウ持ってるけど、クロスボウあんまり使ってないじゃん。ボウガンみたいな感じ。そうそうそう。曲がり角に一体いるかなって感じだね。うん、あれ多分倒れてるゾンビだね。そうだね。一匹をね、スキャンしたやつが、うん、そうだ、うん。左向きながらはいいかな。そこの奥にいるのがさ、ガスマスクの可能性もある。普通でしかなった。ああ、動き方がね、出会い頭だ。愛は育まれません。新キラか。食パン食べててください。ぶつかっちゃうやつ。食パン食べて10年前にしてください。すいません。こんな人とぶつかっても全然声始まんないわ。そうだ、抗体持ってんだよ。でも抗体確か持ってる。あれ全部使い切っちゃわなかったっけ。ああ、なんで起き上がるのだから。やめろよ。あ、まだまだ。じゃあそこから右だね。右、お右です。怖い。大丈夫大丈夫。赤い点がなってないから。あら、あらまた倒れてるじゃないのよ。でもだ、ツバじゃない。ツバに見せかけたゾンビだから。起き上がる可能性あるね。うん、気をつけて。起き上がるって。さっきからずっと起き上がられてる。やっぱりね。はい。おいおい、もうちょい上で、うん、はいはい、うん、まるに早いんだよ、起き上がるのが、うん、オッケー、持ってない。ちょっと出会い頭があるかも。大丈夫だね。オッケーオッケーです、問題ないです。うん、そこ右です。ツバが復活してる可能性あるから気をつけて。あー、いっぱいいるじゃん。あ、またなんか持ってる人がいる、ね、いやでもさ、すげえいっぱいいんだけど。地雷があるから大丈夫。火力めっちゃいいんじゃん。いやでも地雷に近づかせたらこっちの勝ちなんだけど、ね、ほら、あいつ気づいちゃった。気づいちゃったよ。まあ行ったらいいです。なんでこれ、あの1階と2階の境で、はい、はい、はい、オッケー。あ、あいつも気づいちゃったよ。いや、ここは長い戦闘になるぞ。そうだ、しょうがない。早い。そうだ、こいつ長い。そうなんだよね、戦闘力。早送りパターン。警察の方がいい。まさかよ。10発でも知りますけど、11の1年は10、13、14、15回。15回。ああ、なるほどね。長い。まあまあ、ショットガンからですから。すごい長い。それはもうちょいスキャンした方がいいね。そうだ。仕掛けたいね、地雷のとこにね。そうね。なかなか行かんね、うん、まあでもあいつはいいよ、行かないから。うちらが行くの、ここだから。そうだよ。で、右手にゾンビが行ったりか。これはゾンビじゃない。あいつは、あの地雷に越させたい部分もあるけど、まあね、ちょっと遠いね。倒してもいいけど、うちらがそんなに変に動くと危ないから。ここでやったら、あ、それいいね、それ正解。ありがとうございます。なかなか気づくのが早いですね。いいね、うん、1体だったら結構見事だね。全然ね、誰か、うるさい。この音怖いから、あれか、これでいいのって感じ。
おお、ソーダンスアップグレード、なんかアップグレードがいっぱいあるね。ハッキングして、ハッキングして、ハッキングしてるときって後ろのゾンビとかの地図も見れないの怖いね。ね、よし、開けます、うん、閉じます、閉じます、正解。ここに何かカービンジャー、アサルトライフルダイヤ、いいね。アサルトライフルって持ってたっけ。アサルトライフル持ってない気がする。ただ武器ありすぎて分かんない。でアサルトライフルだけじゃないのか、使えるやつ。こいつも多分今まで的に行けば起き上がることないから。そうだね、今まで全然起き上がってないから。優しい、優しいゾンビ、うんうんうん、よし、 D の手紙3つゲットしたね。で、OK、もう何もないかしら。数字とか書いてないよね。あそこの地図見に行きたいのか。もう一回、大丈夫、いい感じよ、いい感じ、いい感じ。ミッション着々と進めてるよ、うん、まだ30分しか経ってない。いいじゃん、いいじゃん。ちょっと、こっちじゃない、ここの数字を見てか、こっちか。まあ、地図ハッキングした後に来てるからさ、うん、あの中だっけ、ここスキャンしてる、あの犬のとか。これがさ、どこの地図なのかって話なんだよ。うん、だってね。あ、ファイミーゲットしなきゃ。ファイミーゲットしなきゃ。もう全然わかんない。うん。全然わかんない。もう一回さ、ちゃんとハッキングしてくれる？ちょっと考えたいから。これさ、これがマシのマークなんだよ、ほら。ちょっとさ、ガソスタの2階のマシのマークのとこ行ってもらっていい？うん。うん、もうさ、うん、スキャンするとここっちもうないっけ。ないない、ここ行く必要ない、なんもない。ガソスタのゾンビ一掃してるはずだから多分大丈夫。まあそこのはしごを登っていこうか。うん、やめても、怖い怖い怖い、私たち地雷で死んでる、うん、トラウマ。左、左、後で返しましょう。多分大丈夫。一掃しといてそうよね。やっぱ一掃する安心感やばいよね、うん、なんかさ、前回に比べたうちらめっちゃ成長してない？だいぶね。あ、冷静、冷静、冷静かつすごいスムーズ。この辺で上に上がれるのあったよね、うん、ここかな、違うかな、ここか、ここい、ここかな、うん、ここだね。閉じましょう、ここ窓。何があるか分かんない。いつ何がどこで来るか分かんない。出会い頭のゾンビがあるかしら。食パンかじってないけど。制服も着てないけど。制服着てない。時計見てない。見てない。イケメンでもないけど。で、ちょっと左手行ってくれる？OK、うん。ほら、ここなんだよね、ほら、地図が。ああ、そうだね。ここだね。バッテンがここか。開くのかもよ。バッテンがここか。そうそうそう、これなのよ。あ、そっか、ここに数字が書いてあるのかも。うん。まあ、その可能性が。あ、ちょっと待って、いやいやいや、メールマーク。あ、あ、ほんとだ。3934! ちょっとわしのマークでセーブしてから行こうか、一応、ね。セーブあんまり意味ないけど。3934。やだ、もうすごくない？すごい。私すごくね、うん、ちょっと待っててよ。謎解きは任せた。すごい！ 3934 だよ。3934。サンキュー。サンキュー。やんな、ちょっとハッピー。ちょっとドア開けっぱだよ。開けっぱだよ。ええわ。まあ、いっか、って。すごいなぁ。じゃあ、ちょっと私自分を尊敬する。じゃあ、右です。右から行ける？右から行けます。このバスです。あ、そのバスですか？このバスです。あ、ほんまや。です。私も一回降りて大丈夫。中間で 1.5 倍だから。アイテム取れる？そう。結構いっぱい持ってんだよね今ね。まあ、でも全然だったら大丈夫か。3934。開ける。やだ、ついに来たよ。3、9、3、4、ゴー！ああ、
せーの、ドーン。え、なんかびっくりした。でもソーダしかないの？これもこの地図は、この地図はここに地雷があってここにヒントヒントがありますよってやつ。さっきの犬小屋のところ。はいはい、あ、救急箱、やばい、ベリーバッグ、火力アップグレード、ここにもあるよ。いや、これ多分弾薬だね、ショットガン。拾えない、ショットガン弾薬欲しいな。欲しいね。うん、あ、ちょっとソーダいらないんだ。じゃあソーダ捨てるパターンかな。これ取ります。ベリーバッグ取ります。ベリーバッグ取るでしょ、うん、火力弾薬アップグレード。え、2個もあんの、やだ素敵。ベリーバッグ弾、ちょっと一回ここしよう、うん、で、あとはここは通れない、うん、あそこはなんか繋がってる、ね、ただの絵画、あのドアの反応ないから、うん、そっか、じゃあこれだけか、うん、あとそれだけ。じゃあ別にソーダ拾わなくて、え、あ、でも拾えるから拾おうか。いいね、いいね、いや今日この回いいよ、いいね、この回素敵、買いアイテム。じゃあもうガソスタは OK、 ガソスタクリアです。次もうロンドン島だ、ロンドン島行きます。で、あの一旦ここで切りましょう。そうですね、はい、はい、ということでいい感じの探索会でした。イエーイ、イエーイ。